分が、うまく決まらないとですね、集客がせっかくできても全然収益化しないっていう方が、いるということが分かるようになってきたんですね。それが分かるようになると、例えば2人しか集められなくても2人決まれば制約します。100人集めても1人も決まらなかったらゼロなので収益化しない。これを理解してやれるかやれないかっていうのが非常に大きなところだったので、それを分かってほしくって、この2冊目を書いたっていうのが、2冊目を書くことになった一番のきっかけです。まあ、1年前に決まってたってことです。だから原稿は書いてないです。でももうその日って決めたので、それに合わせて全部逆算で原稿をいつまでに出したらいいですか、いつまでにこれが上がっていればいいですかっていうことを出版社の方とお話をきっちり決めて、その通りに全部私は原稿を上げていきました。そして、めでたく出版っていうのもほぼ最初の予定と変わりなく今進行している状態になってまして、私も会場の方を選び、22は決めていたもののどこっていうことを、今回やはり自分の本拠地である横浜、しかもリゾート気分を味わえるような、そんな一棟貸しというか貸し切り状態でできるような、そういった会場を見つけることができたので、まずは川切屋横浜、そして、大阪豊橋函館っていう形で今回回っていく、ツアーにしようかなっていうふうに思ってますので、全国の皆さんとお会いできるかなっていうことを楽しみにしているのが、今回のパーティーということになります。前回もですね、非常に華やかな形で皆さんの元気になるような、形の出版記念パーティーを開催することができました。前回は東京で1回のみの開催になりましたが、今回は全国4カ所開催していくことになります。ぜひ、会場の方にお越しいただいて、エネルギーチャージをしていただき、そして気のいい方たちが集まるその場のエネルギーも使ってさらに飛躍していただけるような形で、セミナーとパーティーを使っていただければというふうに思っております。会場の方で皆様のことを心よりお待ちしておりますので、ぜひご参加ください。それでは。